ね、すごいもう一個気になってるのが、まあ、僕、昨日もご飯食べた時ちょっと言ったんですけど、アシドプラクチンのヤスいるじゃないですか。うん。ヤスは、これからどうなるんですか ?ABEX 内で。知らん。全く分かんないですけど、ゲートなんでかっていうと、はい、俺、彼とは、ほとんど話をしたことがないです。あ、そうなんですか。あのね、やっぱね、会社もでかいから、はい、その、分かれるんですよ。部署的なもんってことですか。部署的なもんね。だから、彼をやってるやつを俺よく知ってますよ。はい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 、彼から報告は受けてますよ、はい、何回か会ったこともあります、はい、ただそんなによくは知らない。あ、俺が知ってるのはやっぱ自分が作ったアーティストは全部知ってますよ。もちろんそうですよね。いいとこも悪いとこも全て含めて、はい、でもさ、俺じゃないやつが一生懸命作ったアーティストに対して、うん、お前どうなんだって後から行くのとかあんまりいいと思わないかな。変な話、俳優さんとかはどうなんですか、タッチしてるんですか ABEX内。うちの、はい、いたっけ。いや結構いますよね、何気に。まあ、僕一人の方はちょっと言っちゃいましたけど。いるんだって。はい。でもね、あまりにもいっぱいいると、覚えられないよ。まあ、そうですね。そのさ、なんだろう、よくいる事務所の社長たちは、はい、全員の顔を一生懸命覚えてる人もいますよ。まあ、もちろんもちろん、はい。で、もう本当は中身のことは何も知らないで、うん、ああ、君元気な、それって、どう？まあまあまあ確かにもう差し当たりないよね。俺はもうこいつはもう担当に任せたんだからお前がちゃんと見ろよ。俺が見るやつは俺が見るからお前が見るやつはお前が見るよ。まあたまにそれがなんかぐるーって回って仲良くなることもあるけどさ、基本的には任せたやつに任せましょう。でもさ、情報って全部入ってくるわけじゃん、いろんなことが。はい、だから、なんか誰々質問されるじゃんって、はいはいはい、なんだよって言うと怒られたりするんだよね。お前関係ねえだろみたいな。